ジョゼ・バックスターは、イングランド出身の元サッカー選手。ポジションは、FW、MF。エバートンのクラブ最年少出場記録を持つも、体制できず、後の薬物使用での資格停止も、相まって、有望株の代表的な転落例として挙げられる、選手である。6歳でエバートンに入団。アカデミー時代から、大いに期待をされ、 かつて所属したウェイン・ルーニー以上との評価も聞かれた。2008から09シーズンのブラックバーン・ローバーズ戦でプレミアリーグデビュー。16歳と191日でのデビューはクラブ最年少記録だった。しかしその後はミケル・アルテタやマルアン・フェライニらの存在によってポジションを確保できず、2011から12シーズン終了後にエバートンを退団した。 2012年、フットボールリーグ1のオールダムアスレティックへ移籍。移籍初年度に13ゴールを挙げる活躍を見せた。翌2013から14シーズン開幕直後に、同じくリーグ1のシェフィールドユナイテッドへ移籍。主力選手としてプレーしたが、2015年5月に、薬物使用で5ヶ月の出場停止処分を受け、2016年2月の、 テストでも再びコカイン仕様の形跡が見られたため、2年間の資格停止処分を下された。2017年1月、1年契約でエバートンに復帰するも、トップチームでの出場機会はなかった。2018年5月、オールダムアスレティックに復帰した。2019年7月、プリマス・アーガイル FC に加入。 2020年2月、US セルチャンピオンシップのメンフィス 901FC に加入。2021年8月8日、29歳で現役を引退。ありがとうございます。